早速 A 版から開封していきます。みももです。今回は3月16日発売のハッシュタグトワイス4を開封していきます。で今日が3月15日で3月16日の1日前なんですけど、1日前はターレコのフラゲ日でターレコオンラインで購入した CD が届いたので、こちらを今回開封していきます。で早速開封していきます。はい、開封しました。こちらの横に置いてあったハッシュタグトワイス3なんですけど、これが前のハッシュタグトワイス3ですね。前は白衣装でかっこいい感じだったんですけど、今回は春ということで桜がね結構美女になってます。そして今回全国共通特典チェーン特典として英語サイズソロ写真ポストカードが9種類のうち何段で種類ついているということで、こちらを先に見たいと思います。はい、こちらですね。今回3枚購入したので3枚あります。ももちゃんが出るといいな。1枚目、じゃん。お、ジョンヨンちゃん、金髪ジョンヨンちゃんです。こちらも画像は公開されてるんですけど、ジョヨンちゃんポストカード全然出たことないから嬉しいです。初めてかもしれない。2枚目、じゃん、モーリー来ました。嬉しい。いじ引き全然したことないので嬉しい。結構アップです。最後、じゃん、年齢順だ。サーターン。ねえ、このね、髪型かわいい、おさげでね。すごい。なんとメンバー順でした。こんな感じに3人のメンバーが来ました。では早速 A 版から開封していきます。はい、A 版が一番分厚いです。今回、こちらの A 版が4950円で CD プラスフォトブックが入っています。あとシーリングスタンプ風シールやトレーディングカード、そしてプレミアムチケットというのが TWICE の日本デビュー5周年を記念して555名様に、今回ハッシュタグ TWICE4 はラブリーちゃん、金のラブリー、ゴールドラブリーが555名に当たるということで、プレミアムチケットが入ってたらゴールドラブリーちゃんが当たります。555名さんなんで結構低いですね、確率が。では中身見ていきます。裏には曲も書いてますね。じゃん。ではオープン。お、シーリングスタンプが一番上にあります。じゃじゃん。これはメンバーカラーのシーリング風スタンプ。こういうのの交換の時に便箋に貼ったりできるのでいいですね、使えます。そしてだね、バーって出しております。桜。お、間に ID カードが挟まってます。わー、裏も可愛い。桜ですね。あと青空。まず80ページのフォトブックレットを見ていきます。はい。感じで、わ、このベジかわいい。水色、このついちゃんの髪型すごいかわいいんですよ。あと、あ、いつも通りハッシュタグトワイスシリーズということでメッセージが長文でね書いてます。ももりんアップだ。1人4ページありますね。
にも載ってます。あ、スリーショットなどもあります。では ID カード見ていきます。こちらは全9種類の中からランダムで1種類です。せーの、じゃん。お、さなちゃん、ハッシュタグトワイスもさなちゃんだったんですよ。ハッシュタグトワイス3はなよんちゃんだっけ。じゃじゃーん、まあ、さなちゃん率高いですね。色合いが可愛いです。血液型やね、誕生日などもいろいろ書いてます、ちゃんと。わあ。では CD 見ていきます。うわ、すごい反射する、すごい反射しますね。じゃじゃーん、シルバーでここに桜の花びらがチラチラあります。お、ちょっとね、ありました。わー、裏も今回豪華だ。見ていきます。こちらのトレカがソロトレカだった場合、オンラインミーグリに参加できます。そしてこちらがオールのトレカだったとしても抽選に参加することができます。詳しくはトワイスワンスジャパンのホームページにいろいろ書いているので、ぜひ見てみてください。ではいきます。じゃん、オールですね。今回はこちらの水色の衣装ですね。オールトレカ、じゃじゃん。ももりんはここにいます。結構遠い、座ってたり立ってたり、いろんなメンバーがいますね。花びらの中に、かわいいですね。オールで、あとシリアルナンバーもついてます。これで応募するような形で、はい。そしてこちらには歌詞カードもついてます。はい、次に B 版開封していきます。プレミアムチケットは入ってなかったです。続いて B 版を開封していきます。こちらの B 版は CD プラス DVD で4400円になります。お、裏にじゃじゃーん、こちらも特典としてはペンステッカーですね。5周年を記念して入ってます。そして DVD はミュージックビデオ、ジャパニーズバージョンのミュージックビデオが結構入ってます。あとメイキングムービーも入ってますね。こちらもトレーディングカードが1枚ランダム購入ということで見ていきます。じゃじゃん、お、これ同じです。 CD が、あ、 DVD も反射する。中に水色の花びら、今回のビジュと同じ色ですね。では見ます。せーの、じゃん。あ、オール、いやー。そしてシールの、あとは、あ、こちらにも同じ文だと思うんですけど、メッセージが書かれてます。あ、同じ文です。メモリーがすごい長文だったのを覚えてるので、わ、スイッチもすごい長文だ。そして歌詞カード、頭やプレミアムチケット入ってなかった。では最後、通常版を開封していきます。こちらは CD のみ入っていて2750円です。そして特典としてトレーディングカード、デコシールが1枚封入されています。こちらも初
カイプレス分のみトレーディングカードが1枚ランダム風味で入っています。わっ、かわいい。すごいキラキラしてる。あ、皇室ケースのおでことしてもすごい使えますよ。かわいい。なんか通常版にもこういうかわいい特典ついてるのいいですよ。じゃん。ではいきます。なんかタレコのこの開封いつもオールなんですよね。ずっと当たんない。そしてプレミアムチケットもね入ってない。お、すごい、違うビジュで同じメッセージなんですけど書かれてます。すごい、同じ文章でも違うビジュアルで嬉しいですね。はい、ということで今回はハッシュタグトワイス4を開封しました。いつも通りオールだったんですけど、特典としてこちらのねポストカードももちゃんが出たのでよかったなって思います。皆さん最後まで見ていただきありがとうございました。皆さんはハッシュタグトワイス4購入しましたか？そうというか当たりましたか？ぜひぜひコメント欄で教えてください。それではバイバーイ。